行くぞ。まもなく雷光様がお見えになります。三日月様、お一人ですか？そうだ、兄者と話があるので皆には遠慮してもらった。問題あるか？いえ、問題ありません。では私もここで失礼させていただきます。ああ、わかった。戻ったか、兄者。約束のものだ、受け取れ。確かに受け取った。大義である。これを手にしたということは見たのだな。ああ、兄者がなぜ俺を行かせたのか分かった。だが兄者の誘いを受けるわけにはいかぬ。どれだけこの力が強くとも所詮は子。それが貴様にもはっきりと分かったのではないのか。稲妻の力は称賛に値する。だが血なき力は万有でしかない。兄者にはそう映ったのか？俺は違う。今の足原があるのは稲妻の無双なる力があったからだ。そして稲妻には戦場で背を預けられる友達がいた。さらには国を任せられるライデンがいたからこそ後ろを振り向かずに戦うことができた。故に無双のもののふなのだ。ほう、あの男、オシトルに背を預けるか。だが背を預けられる者がいたとして万に囲まれれば同じこと。ああ、それでいい。奴に背を預けて死ぬのであれば悔いはない。だがな、俺が万に囲まれることなぞありえん。どういう意味だ？兄者がいるからだ。ん？稲妻にはライデン、俺には兄者が。もはや腹はくくった。兄者が俺を推挙してくれたことは感謝する。それを無下にしてしまい本当に申し訳ない。だが俺は俺の目指すてっぺんを極める。兄者のもとで祭りごとを学んだところでこのおつむではたかが知れている。だから俺は同じ道を歩むつもりはない。それに八中将雷光が動かす駒は強ければ強いほどこの大和は盤石となる。師匠といえど増票しか使えねば鞘から抜けぬ剣も同じ。故に俺が大和でこの者ありと謳われる者の譜となり強者どもの先駆けとなろうぞ。兄者が抜くべき剣としてな。大和の男として、利言葉様の天使として、これが俺の目指すてっぺんだ。いいだろう。ならばそのてっぺん見事極めてみせる。俺が抜くにふさわしき剣としてな。ああ、俺を誰だと思っている？俺はこの強さを知り、あやつはこの弱さを知ったか。まさか愚弟に気づかされる日が来ようとはな。視野を狭めていたのは俺の方だったというわけか。シリア、正常に拝謁する。かしこまりました。早々に整えます。足原の司法をこれに。どうかお納めください。うん。おのかよ、ここへ。はい、我が君。確かにこちらとなります。
これの由来は知っておるか。我が足原の祖が正常より下賜されたものと聞き及んでおります。そうだ、余が稲妻に与えたものである。大公よ、前へ。はっ。見ておるな、そなたら兄弟を見るとあの頃を思い出す。あの者たちもそなたらと同じ素晴らしき若者であった。もったいなきお言葉。これが必要になる時が来るやもしれぬ、そう申したな。それは何か根拠があってのことか。確固たる証があるのかと問われればうべなうことできません。強いて言うなれば勘と。勘か、そなたらしくない言葉であるな。だがそうか、なれば来光よ、今一度これを何時に託そう。受け取るがよい。はっ。謹んで配慮いたしまする。この意味わかるな。聖剣と謳われしそなたがこの大和の一翼を担う限り、再びこれが必要とされることなどない。余はそう確信しておるからな。そう、過ぎたる力は使わぬに越したことはない。恐れながら正常は、いえ、せんなきこと。よい、それは足原だけではない、大和を守る司法なのだ。そうであらねばならぬ。ゆえにもしもそなたが危惧する何らかの事態に陥ったとき、その手をもって司法の力を示せ。はっ。大和の礎となるは我らが本懐。この上なき誉れ、何を憂うことがありましょう。そなたにはかなわぬな。比例ごとを並べておきながら真逆の命を下す。我ながらなんと傲慢で、なんとわがままなこと。それに何の問題がありましょう。むしろわがままを言っていただかねば我らの立つ瀬がありませぬ。抜かしよる。そなたの働きに期待しておるぞ。この調子でお願いします。頑張ってくださいね。今はこのような感じです。
今回の任はオシトル様か三日月様のどちらかにお願いしたいと思います。闇賭場にケビ石を踏み込ませるため現場に潜り込んでいただきたいのです。あれ、私たちは治安が悪い場所で女性がおりますと絡まれやすく任の枷となりかねませんので。闇賭場なぞ踏み込んでとっ捕まえればそれで済む話ではないか。そういうわけにはいきませんよ。証拠となる現場を押さえる必要があるのです。踏み込んで間違いでしたでは目も当てられませんから。うん、客のふりをして証拠を握ったところに警備士を踏み込ませたいのだな。ふん、俺の性に合わん。そんなまどろっこしいことやってられるか。オシトル、お前に任せる。わかった、俺がやろう。賭場への潜入の任、承知した。確かこの辺りだったな。げっ、オシトル。何？やべ！おい、早く閉めろ。あ、いいのか悪いのか、いつの間にかこんなに名前と顔が売れてるとは。これでは潜入以前の問題か。さてどうする。俺の出番か。ここに参上。壺かぶりやす。おのおの方おわらためを。では入りやす。さあ張った張った。長長こっちも長。ハンカタないか、ハンカタないか。揃いやした、勝負。国の藩。よし。きつ。まだまだ、次だ次。壺、かぶりやす。あのサイコロが怪しいな。どうにかして、あれを手に入れたいんだが。じいさん、調子いいじゃねえか。こりゃついに貸し金返せるかな。貸し金なんぞ耳を揃えて払ってやるわ。今日こそはたんまり儲けて病気の娘に薬を買って帰るんじゃ。あのじいさん独り勝ちしてるな。あるいはわざと勝たせているのか。わしの全財産じゃ。これを全部次の目にかける。そうこらくっちゃ、べっぴんの娘さんも喜ぶぜ。壺かぶりやす。おのおの方おわらためを。ん、仕掛けに来たな。おい
待ちな。てめえは貴様一家の。おうよ、アコギな稼ぎもいい加減にしねえか。キャッチ飛びだ野郎だ。集まれ。おいおい、こりゃどうしたものか。鳥羽にも鳥羽なりの仁義ってものがな。片木衆の弱みにばっかつけ込みやがって、てめえら渡世人の風上にも置けねえ。たとえ帝がお見逃しになってもな、帝都のあるは天下の勇まん一家が許しゃしねえぜ。一人で乗り込んでくるた覚悟はできてるんだろうな。あたぼうよ、三品ども。都政の仁義ってやつを足りねえおつむにしこたま叩き込んでやる。まとめてかかってこいや。やっちまえ。あう。なんだこいつ、口ほどにもね。余計なことはするべきじゃないんだが、これも行きがかりだ。仕方ない。おいおい、たった一人を寄ってたかって袋叩きた。ちょいとみっともなくねえか。あ、旦那もこいつのお仲間ってことかい。いや、全くもって赤の他人さ。なら出しゃばるんじゃねえぞ、おら。強い。あんた、なんで俺を。都政の仁義ってやつを見せてもらった礼さ。おっと、そこまでだ。全員神妙にしろ。やばい、手入れだ。畜生、やっちまう。ちょうどいいところで踏み込んでくれたか。演奏のことは伝えてないんだ。ボサッとしてたら俺まで捕まっちまう。おい、大丈夫か。早く逃げろ。裏手ならまだ囲みが手薄のはずだ。すまねえ、俺はジロン。兄さん、名を聞かせてくれ。ウコンだ。ウコンの兄さんか。この恩は必ず返す。お、楽しみにしてるぜ。あとは証拠の仕掛け祭を頂戴して。ここいらが潮時だな。俺もとんずらさせてもらおう。ここまで来れば。ああ、お姉ちゃんたち、誰の許可をもらってここで商売してやがる。何よ、誰かの許可がいるなんて教わってないわよ。あの声はもしかして。ごちゃごちゃ言ってねえで、ここで商売したきゃ出すもん出しな。出すもの。お姉ちゃん、この人何か欲しいの。わかんねえやつらだな。ここで商売したけりゃ金を出せっつってんだろ。あのね、お金を持ってたら歌で稼ごうなんてしないわよ。なら仕方ねえ。おい、おめえら、このお嬢様たちを組まで丁重に案内してやんな。ああ、こりゃなかなかの別品じゃねえか。こんな上玉めったにお目にかかれねえや。この場合はお姉ちゃん殺してもいいんだよね。目立つからダメって言ったでしょ。ダメなの。ダメ。あんたたち、今なら許してあげるからさっさと帰ってくれる。
い、てめえら何してやがる。ああ、なんだてめえは。わあ、ウコンさん。ウコン、アシタ、ナバ、二人ともこっちに来い。こいつらてめえんとこのカゴメか。おうおう、この辺りじゃ見かけねえ面だな。どこの組のもんだ。人の島を荒らそうなんざいい度胸をしてるじゃねえか。ん、おめえ死んだぜ。てめえら、やっちまうぞ。てめえ、おい、組の連中呼んでこい。島荒らしだ。これ以上騒ぎがでかくなるのは。二人とも逃げるぞ。なんでよりによってあんなところで。お前たち、あそこがどういうところか知らないのか。何よ、いけないの。せっかくたくさんおひねりもらえそうだったのに。あの辺りの人たちが一番私たちに熱い視線を送ってくれてたんだから。いや、それはだな。なんというか、とにかくだ、あそこは治安が悪い。女子供がうろちょろしていい場所じゃない。あの感じなら大儲け間違いなしだったのに。誰かがたくさん食べるからすぐに財布が軽くなっちゃって、もう。ちょっとナーバ、聞いてるの。いつまでほうけてるのよ。あ、だってお姉ちゃん、ウコンさんがウコンさんなんだよ。何言ってるのかわからない。事情は分かったが、この前と違って今日は晴れてるんだ。無理してあんなところで歌わなくても十分客が来るだろう。この前？この前ってトカラで会った時雨なんて降ってなかったわよね。まずい、雨の日に会ったのはウコンじゃなかった。あれ？あれ？そうだったそうだった、あん時は手すか祭だったな。あの紙吹雪を雨とすっかり勘違いしちまってたぜ。ふーん、そっか。あのウコンさんは、ウコンさん？おお、なんでい、アタボーよ。この風来坊ウコンを呼んだかい。ウコンってそんな喋り方だった？なんだか無理してない？それにこの間は用心棒って言ってたわよね。もしかしてクビにでもなった？なに、あのハゲチャビンなら俺から見限ってやったのよ。今は気ままな浮き草暮らし、風来坊ウコン様た俺のことよ。あはそう、前から思ってたんだけど、そのヒゲ似合わないわよね。ヒゲ、あー、お姉ちゃんダメだよ。ウコンさんだ。ノリが効かないみたいね。あのウコンさん、記念にください、おひげを一つ。お、おお。晴れた空に投げます。
さよなら、私の初恋。あれなのに涙が溢れます。何やってんのよあんたは。そりゃ直接お日様を見たら涙も溢れるでしょうよ。そしてこんにちは、私の新しい恋。で、どういうことか聞かせてもらうわよ、ウコン。それとも、おし、お姉ちゃんもドキ胸なの？違うわよ、誰がおし、しーだから、今はウコンと呼んでくれ。これでお姉ちゃんと一緒にお嫁さんになれるね。黙らっしゃい。ふつつかものですが、姉ともどもお世話になります。もし、だからな、何言ってるかわからんが違う。つまり困っている人を救うためにいろいろ動いてたけど、顔が売れすぎちゃって変装するようになったってことね。すごい、ウコンさんは正義の味方なんだ。およ、ウコンとは世を忍ぶ仮の姿、しかしその正体はってな。なるほどね、だからトカラの時もその格好してたんだ。トカラか。なあ、結局誰も救えなかったかな。ううん、大丈夫だよ。あの人たちなら私たちが、そう、あんたのせいじゃないわよ。うまくいかないことだってあるから。それにここからだけど、あの人たちが静かに眠れるようにヤクナウラを歌ってあげたしね。そうか、ありがとう。あれ、じゃあもしかしてサコンさん、シーちゃん、ムーちゃんもみんな正義の味方なの？それは聞いてくれるな。正義の味方には謎がつきもんだ。そうだよね、私たちだって、聞かないでって言うなら仕方ないわね。だけど最後に一つだけ、正義の味方ってことは、もしよ、ここでトカラのようなことが起きたらどうするつもりなの？ここってこの帝都のことか？帝が追わすこの帝都にトカラのようなことが起こるとは万が一にも思えんが、だがまあそうだな、いざとなればここに暮らす者たちの日常を守るためならこの命失っても悔いはないさ。師匠や親父がそうしたように。そう、もうやめなさいよ、あんたが言うと重いんだから。ヤマトのモノノフならみなそうするさ。なに心配するな、ここにいる間はお前たちも守ってやるからよ。特別だぞ、なんたって俺は正義の味方だからな。お姉ちゃん、今度はお腹がキュンキュンしてきた。それはお腹が空いただけでしょ。すまなかったな、俺が稼ぎの邪魔をしちまったか。これで飯でも食ってくれ。じゃあおしゅウコンさんも一緒に。覚えてくれたか、ありがとな。
せっかくだが、そろそろ帰らないといけないのさ。正義の味方に暇なしってやつだ。じゃ、気をつけてな。くれぐれも、あの辺りには近づかないようにするんだぞ。はい。あ、ウコン。ん？なんだ？あの、ありがとう。飯代ぐらい気にしなくてもいいさ。それもだけど、さっきは助けてくれてありがとうって意味。正義の味方として当然のことさ。そうね。